狭山入間川10期4号棟にやってまいりました。はい、お邪魔します。はい、入りまして右手にシューズボックスですね。はい、淡い木目調の表面ですね。はい、窓がありますから明るいです。こちらの玄関も大きい、広くていいですね。こうゆったりとして、こうお客様、また、ね、ご家族の皆さんが入った時に落ち着きますよね、広い玄関は。そしてすぐにこのように洗面所がございます。洗面台も大きく白をベースに清潔感あふれてます。そしてお隣には浴室ですね。白い大きな、また深いバスタブです。窓もあります。換気扇が良さそうです。一面が可愛いね、木目調でこんな仕上がりになってます。洗い場も広いですね。そして窓の、電気がこのように LED で照明になってますので、非常にこうムーディーな空間を作れそうです。はい、続きましておトイレです。1階のトイレまだ完成してませんね。お仕事がついてませんけども、このようについた空間になってます。それではリビングですね。まず入って左手にキッチンを見ながら、ここはここの、見てください、このリビングから公園ですよ。これご自宅の庭みたいに感じますね。ここはもう本当にご自宅の庭です。はい、窓もこのように2箇所が開け出し窓になってますので、風が部屋の中を吹き抜けていきます。そしてここはリビングの、リビングのクローゼットですね。大きいです。あと荷物が置いてありますけども、広くていいですね。こういったこうね、日常生活、またいろんなこうご家族の記念のものが溜まってまいりますのでね、大きめのクローゼットはありがたいです。はい、このリビングダイニングはこういったちょっとね、部分的に分離された形ですね。多分こちらがダイニングになると思います。ダイニングもね、こちらこれいいですよね。これ公園がこうやって見えるんですよ、ダイニングから。専用のご自宅のお庭みたいに感じますもんね。はい、そしてこちらがキッチンです。こちらのキッチンもね、こう淡い木目調をベースにしてますので、統一感がございます。こちらガスコンロとレンジフード、そして調理場と洗い場です。浄水機能が入ってます。はい、見てください、キッチンからもこれ見てください、これこうやってねえ、公園が見えますからいいですよね。それでは2階に上がっていきましょう。2階に上がりますと、また公園がありますから楽しみですよね。すごくいい感じ、ごめんなさい、風で閉まりました。一つ目のお部屋です。このように窓が二面採光であっていいですね。そしてこのように大きめのクローゼットがございます。たくさん収納できそうです。2階のトイレですね。明るい空間になってますね。圧迫感がなくて非常に落ち着いた雰囲気のトイレになります。棚もあって、ね、おしゃれに仕上がるトイレです。はい、2つ目のお部屋、はい、このようになってまして、窓からですね、公園が目指せます。そしてクローゼットもこのように大きく、奥が深い、たくさんのね、ものが収納できます。バルコニー出てみましょう。これが見えますからいいですね。これは非常に価値が高いです。こちらのお部屋からもこうやって見えますからね、いいですよね。はい、
最後のお部屋です。最後のお部屋もこのようにバルコニーが専用でついてます。そして高い位置にですね、窓があって2面最高です。クローゼットも大きめです。そしてまたこちらも専用のバルコニー付きと、見てください、専用ですよ。こんなに一面お部屋の前には公園になってますから、最高ですね。これはいやもう開放感と、また公園の独占感と申しますか、最高のロケーションのロングオートでした。